あなたは自分の乗り込んだバスが乗車中にバスジャックされたらどうしますか？今宵紹介するのは、わずか17歳の少年が起こした日本で最も有名なバスジャック事件、西鉄バスジャック事件。皆さんどうも、企業と申します。みんなゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか？僕は休日出勤をしたりしてて、いつもと同じ日常を過ごしてました。何がゴールデンなんだっていう、ノーマルウィークもいいとこだよ。でも今の時代はそれこそ YouTube とか Netflix とかを見て家でまったり過ごすって人も多いんじゃないかな。連休明けでしんどい人もいると思うけどさ、無理せずに頑張っていこうね。では早速本題に入りたいと思います。犯人の少年がネット掲示板2チャンネルのヘビーユーザーで、事件直前にも書き込みをしていたことからネオ麦茶事件とも呼ばれている西鉄バスジャック事件について見ていきましょう。地獄行きのバス。2000年5月3日、この日、佐賀県から福岡県の天神へと向かう1台のバスが走っていた。目的地まであと30分で到着予定の13時35分頃、穏やかだったバスの車内は突然激しい緊張に包まれることになった。というのも、一人の少年が刃渡り30センチの牛刀を片手にバスを乗っ取ったのである。そして少年は乗客に対し、荷物を置いて後ろに集まるように指示した。だが一人の乗客がこの状況に気づかずに眠っていたのである。バスジャック中によっぽど眠たかったのかな。するとこれにブチギレた犯人の少年はその乗客を刃物で刺し、このバスの行き先は天神じゃない地獄だと乗客たちに伝え、車内に戦慄が走った。その後、運転手の説得もあり、新文字のインターチェンジ付近で希望した乗客が一人ずつトイレ休憩を行うことになった。その際、少年は逃げたらその分車内にいる乗客を殺すと、そのような話をしていたのだが、トイレに行ったとある乗客がそのまま逃走したのである。するとこの日、コンサートに行くため友達とバスに乗っていた女性山口さんが複数箇所を刺されたのだった。そしてこの約50分後には、一人の乗客が走行中のバスから飛び降りて逃走したのである。すると少年は先ほど襲った山口さんの友人である塚本さんという女性を切りつけた。そう、この時点で3人の女性が大怪我を負っていたのだが、実はインターチェンジで逃走した女性が警察に通報していたのである。そのため警察は高速道路を封鎖したりして徐々に犯人を追い詰めていた。しかしそのタイミングでまた一人、今度は乗客の男性がバスから逃げ出したのだった。するとこれに激高した少年は重傷を負ってる塚本さんに再び襲いかかり、ついにその命を奪ってしまったのだった。後半ではその後の逮捕劇や、そもそも少年がなぜこのような事件を起こしたのか、その動機について見ていこう。刹那の救出劇。少年がバスを乗っ取ってから12時間以上が経ち、日付も変わった5月4日、乗客も運転手も犯人の少年も皆疲労困憊の状態であったため、バスをサービスエリアに停車していた。だが少年は警察が突入してくることを恐れ、当時6歳だった乗客の少女を人質として自分のそばに置いていた。そして時刻が5時を回った頃、ついに事件は大きく動いた。彼が人質の少女から目を離したタイミングで、
待機していたサットがバスに突入したのである。サットってのはこういうハイジャック事件やテロ事件が起こった際に出動する日本警察の特殊部隊だね。ああ、30万人弱いる警察官の中でもサットに所属できるのはわずか300人ほどと言われておるの。まさに選び抜かれた精鋭って感じだね。そう、そんな特殊部隊に17歳の少年が太刀打ちできるわけもなく、あっという間に制圧され、彼はそのまま現行犯逮捕されたのだった。その後の取り調べで少年が事件を起こした背景にはいじめが関係していたことが分かった。というのも彼は中学生の頃にいじめられていたことが原因で自宅に引きこもるようになり、そのフラストレーションを家族にぶつけていたのだ。そんな荒れた日々を送る中で、自分と同じ17歳の少年が殺人事件を起こしたことを知り、強い憧れを抱いていたという。彼のように目立つ形で社会への恨みを晴らしたい、そんな稚拙で身勝手な動機で二人が大怪我を負い、一人が命を落としたこの事件。結局少年が未成年であったため、医療少年院で6年ほど過ごした後に社会復帰したのだった。またこの事件がきっかけとなり、バスの安全面も大きく見直され、緊急時周りの人に助けを求めることができるようになり、その後起こった複数のバスジャック事件は乗客が一人も命を落とすことなく解決している。現在自身も重傷を負い、友人を殺された山口さんはその経験をもとに講演活動などを行っている。もう二度とこんな事件が起こらないために。はーい、どうだったでしょうか。まあ、いじめがきっかけだったってことなんだけど、それを社会や親のせいにして全く関係ない人を殺害したりするのはお門違いもいいとこだよね。実際バスジャック事件を起こす直前まで母校の中学校に侵入して、そこにいる生徒たちを次々に刺す計画も立てていたらしいんだ。まるでこの事件の翌年に起こった附属池田小事件のように。まああれはがたいのいい元自衛隊の男が小学2年生を襲ったから被害も甚大だったんだけど、とはいえ今回の事件の犯人も何も悪いことをしてない人たちをよく刃物で切りつけることができるなって思うよ。ただ VTR の中でも紹介した山口さんは自身もひどい目にあって友人も殺されたけど、少年を恨むんじゃなくてむしろ助ける側に回って更生や防犯につながる活動をしているんだ。すごいよね。僕には無理かも。そんな彼女の思いを無駄にしないためにも、この事件の犯人が今後再び事件を起こさないことを心から願います。